橋ことスケートワーカーです。よろしくお願いします。皆さん指スケって知ってますか？多分わかんないですよね。そう、まあ、俺とうちとかはもちろん知ってて、スケボーやってる人とかも知ってるんですけど、そういうのに縁がない方って多分全く知らないと思うので、まず指スケっていうのがどういうものなのかっていうのと、あとどんな風に楽しめるのか、どんな風に使うのかっていうのをちょっと解説したいと思いますので、全く知らない人はぜひこの動画を見ていってください。で、まず指スケっていうのはそのまま指を使って遊ぶスケボーのことです。で、海外ではまあフィンガーボードとか言われてるんですけど、多分初めて聞いた人はえってなると思うので、まずこの動画を見てみてください。どうですか皆さん、これすごくないですか？多分本物のスケボーみたいに思った方結構いらっしゃると思います。そう、これが指スケなんですよ。まず指スケっていうのは、まあ、昔なんかキーホルダーから始まって、スケボーをやってる人たちが、まあ、かわいいねなんつってガチャガチャ遊んでたら、本物のスケボーみたいになんかオーリーができたぞ、フリップができたぞみたいになっていって、まあ今だ海外のそのテックデッキさんってところがプラスチックのやつを出してから、まあどん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 いっぱいいろいろ出るようになったんですけど、ここ20年くらいで急激に進んでるものなんですよ。最近のものなんですよね。で、今ではこうやって木をプレスして、で本物のスケボーみたいにウィールとかトラックを似せて作って、ほんとそのままちっちゃくなったような結構凝って作ってるんですよ。うちらも全部デッキもトラックもウィールも全部一から作ってるブランドになります。日本初です。まあ、この指スケをどうやって遊ぶっていうか使うのかなっていうのは、まあ、そのままスケボーのイメージトレーニングとして、まあこうやってね、なんかショービットしたとか、なんかノーリーしたとか、いろいろ使っていただいたり、あと結構ミニチュアで可愛いので、まあそのままこうやってね飾って可愛いとかだったり、特にうちはオリジナルプリントっていうのができるんですよ。この木の板にそのまま持ってる写真とかを印刷できて、でそれを、まあ、お気に入りのなんか1枚とか愛犬とか、まあ、そういう写真を載せられるんですよ。なので、まあ、送るのにもいいし、飾りでも使っていただける、で遊んでも楽しいっていうものなんですよね。これとかはあの実際のスケボーもしてるんですけど、怪我しちゃったりとか、あとあの冬の夜とかめちゃめちゃ寒いんですよ。結構冬の夜とかスケボーする気にならなくて、まあ、そういう時は結構夜指スケをやってるので、まあ、どちらかというと冬は指スケの方が多いのかななんて思っちゃったりするぐらい指スケをよくやっちゃいますね。で、まあ、指スケはどこにでも持ち運べて、あの老若男女楽しめるのでめちゃめちゃおすすめです。1個持ってるだけでみんなでこうやって俺これできたとかちょっとやってみてよっていう話が話題ができるのでかなりおすすめです。で、まあこうやって今こうやってやってますけど、こんな感じでなんかねトリックとかできたりするので、できると結構面白くなってずっとハマっちゃうので、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。そしたら最後にちょっと指スケのさっきみたいな動画じっくり見てみてください。で、気になった方は私たちのインスタグラムとかでもいろいろいろんな動画出してたりするので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にインスタグラムの、URL 貼っておりますので、よろしくお願いします。それでは、また。